皆さんこんにちは。今日はですね、永田のですね、根本悟さん、私の同級生なんですけども、こういう大型の除草機を持ってきていただいて、除草をやっていただきます。これから緑戦略、その一環としてですね、無農薬、また無肥料の米作りに挑んでいきたいと思っています。長年除草剤、肥料をかけてた田んぼなんですけども、ここ3年ぐらいはやっております。これからはこういった農業も必要かなと思っております。国で推奨している緑戦略挑戦をしていきます。よろしくお願いします。よし、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。